サテライトビジネスシステムズは IBM、エトナ、コムサット3社によって1975年に設立された複数の静止衛星を利用して音声通信、データ通信を四企業のために行う初めての会社であった。後に IBM がさらに後に MCI の全社所有になり1980年代後半にはその事業がほぼ終焉した。 SBS 設立への計画は1970年から AT&T の通信分野の独占の分断にも貢献した MCI コミュニケーションズが長い地上ネットワークの設立が必要ない衛星通信の計画を進めていて翌年ロッキードと共同で衛星通信による特別電気通信事業者の許可を FCC から得たその後さらなる投資者が必要となり コムサットが加わった。1974年にはさらなり投資が必要となり、IBM が選ばれた。1975年には IBM が資本の3分の1を所有していたが、IBM と MCI は、エトナ保険会社を加えて、3社によるサテライトビジネスシステムズを設立した。SBS の通信衛星は、空バンドを利用したので、比較的小さなトランスポンダーで済み、 利用各企業には有利であると考えられていた。当時広く使われていたのは、高周波のうちの C バンドで、約8フィートのディッシュを必要としていた。SBS の地上ステーションは IBM が設計し、かなり改良した IBM1800 コンピューターと、自分割り多元接続モデムを使った。地上ステーションのネットワークは、バージニア州マクリーンにあるセンターから全てコントロール。 できるようになっていた。販売は音声及びデータによる多くの通信が行われている大企業向けて行われ、主要都市に地上ステーションを設置するように進めていた。しかしこのアプローチは必ずしも大企業の賛同は得られたとなえなかった。また、当時の通信プロトコルは衛星通信には向いてなかった。後に SBS の顧客でもあった。 イザックハムが中小企業への販売も試みた。地上ステーションを設置するコストなどを考慮し、また MCI やスプリントが地上波を利用したネットワークに成功してきたので、SBS の初期の販売目標は達成が難しくなり、SBS の通信衛星は他の目的に貸し出されたりした。SBS の販売本部は、その技術センターコールセンターとともに、 フロリダ州タンパにあった。SBS3 はスペースシャトルのパム D ステージに収められていた。SBS の通信衛星は SBS1 から SBS6 まで6つの衛星が打ち上げられて利用された。すべてヒューズやクラフトが作り SBS6 が HS-393 ベースだった以外はすべて HS-376 ベースであった。 通信衛星 SBS3 は、スペースシャトルの初めての運用ミッションである STS-5 で1982年に打ち上げられた。SBS のエンジニアは、この通信衛星を毎分500回転させて、ある時点で爆発仕掛けで宇宙へ放り出すように設計して、成功したその後、これら衛星はその使命を終えており、墓場軌道にある。 1984年、コムサットが SBS を離れ、翌年に SBS は MCI に売られた。その後 MCI は SBS の顧客をほぼ地上波のネットワークへ移行した。SBS が MCI に売られた時に、4つの通信衛星が残っていて、通信衛星はロッキード・マーティンに買われたりして、最後の通信衛星はインテルサットに買われた。ありがとうございます。